エツちゃんは、詩詩文6による長編小説、また、それを原作とする映像作品。詩詩初の新聞連載小説で、1936年7月から1937年1月まで、放置新聞に連載、1937年3月に、第日本郵便会講談社より刊行された。連載終了後すぐに映画化され、戦後もたびたび、 テレビドラマ化されたため、獅子の作品の中では最もよく知られた作品の一つとなっている。獅子初の新聞連載小説として、1936年7月19日から1937年1月15日まで放置新聞に連載され、1937年3月に第日本郵便会講談社より刊行された。妻を亡くした。 六三子と六太郎の再婚話をめぐり、賢くて元気一杯の一人娘、越ちゃんこと越子が活躍する姿を描いた小説である。獅子は戦後、小説、娘と私の中で、主人公の越ちゃんの描写は、自娘の幼少期がモデルであることや、越ちゃんの成功で成形の道が開き、家族を養うことができるようになったことを明かしている。 1937年に日活により映画化。また1958年に日本テレビ系、獅子文六アワーでテレビドラマ化されて、以降たびたびテレビドラマ化された。2000年代以降の獅子の再評価に伴い2015年12月9日に、ちくま文庫より復刊されて、他の復刊作品と共に静かな獅子文六ブームとなり、 2017年7月から9月まで NHK 総合土曜時代ドラマにてテレビドラマ化された。妻に先立たれた作詞家の六三子と龍六太郎の再婚話をめぐってその娘である越ちゃんこと越子が奔走する。1937年に日活玉川撮影所で映画化された。この時日活は 主人公であるエツちゃん役を公募し、当時小学4年生だった江島ルミが選ばれた。これがデビュー作となった江島は、役名にちなんだエツちゃんの芸名で出演し、一役人気子役となる。数回にわたってテレビドラマ化されている。1958年1月8日から同年11月26日にかけて日本テレビの制作により、日本テレビ系列。 シッシ六6アーの第2弾として毎週水曜日の18時15分から18時45分に放映された。日本電池の一社提供。出演者スタッフ1965年4月25日に NHK 総合家庭劇場の第3回として放送された。出演者スタッフ1965年9月27日から1966年2月25日に かけて、朝日放送の制作により、TBS 系列で月曜日引く、金曜日の帯ドラマとして放映された。放送時間は14時15分から14時30分。全110回。出演者スタッフ1974年5月27日から同年6月19日にかけて、NHK 総合テレビの少年ドラマシリーズ枠で放映された。NHK 名古屋制作。 エツちゃん役には、名古屋市の小学4年生だった、服部真由美が公募で選ばれた。NHK には1話も保存されていなかったが、2018年に、主役の服部真由美が、全12話のテープを発見し、NHK アーカイブスへ提供。父親とおじが録画していたものだったが、第2話のみ冒頭約15分が欠落している。2020年9月以降、 NHK の番組公開ライブラリーで公開。出演者スタッフ、エツちゃん昭和ダメパパ恋物語と題して、NHK 総合テレビの土曜時代ドラマ枠で2017年7月15日から9月16日まで放送された。全8回。主演は、ユうスケさんとマリア。エツちゃん役には200人を超える応募者の中から、オーディションで、平尾七花が選ばれた。 制作プロデューサーの家、東美美代が2015年にちくま文庫より復刊された四四文六の原作を書店の店頭で偶然目にしてそのカラフルな想定に惹かれて手に取りダメなところも含めて愛らしい中年男の恋物語が明るくポップに描かれていてパパやママなど80年前に書かれたとは思えないモダンな言葉の嵐新鮮でしたと 若年層もターゲットにとリニューアルされた土曜時代ドラマ枠の第二弾としてドラマ化を企画。過去の映像化作品とは一線を画し、昭和10年の東京、銀座を舞台としたラブコメディを21世紀版として大胆にアレンジし、昭和モダニズム溢れるおしゃれなドラマとして制作された。中年男の恋に嫌悪感を抱かれない人、十六歳になっても、 色気があるとの理由で明るいキャラクターを持つユースケ・サンタ・マリアを主演に起用。フランスへ留学しフランス人の妻を持った、シ・シブン・ロクの国際感覚を念頭に、洋の匂いを出したいと、フランス映画、アメリを意識した全てをリアルに描くことなく、箱庭感を引き出したポップでカラフルな美術と演出、鮮やかな色味の衣装、シャンソンをイメージした音楽など、 斬新な映像作りが試みられている。昭和初期のポップさ、色彩の豊かさを表現するため、4KHDR の最新映像技術を用いて制作されている。キャストスタッフ放送日程えつちゃん、昭和ダメパパ恋物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。